んなは今息をしているでしょ？うん。みんなの周りには空気があるんだ。この空気を吸ったり吐いたりしている。二酸化炭素はこの空気の中に混ざっているんだ。へえ、じゃあ僕の周りにもともと二酸化炭素があるということだね。そういうこと。みんなは息をして、二酸化炭素を多く出しているんだ。僕、本当に二酸化炭素を出しているの？じゃあ、吐いた息に二酸化炭素が多いか実験を見てみよう。石灰水という薬品を使うよ。透明な液体だね。石灰水を試験管の中の空気と混ぜるよ。しばらくしても変化がないね。次は試験管に人が吐いた息を送り込むよ。石灰水を息と混ぜるよ。白く濁った。石灰水は二酸化炭素を多く含む空気を送り込むと白く濁る性質があるんだ。生き物はみんな二酸化炭素を出しているんだよ。それから吐く息だけじゃなくて、生活している時に二酸化炭素が出ているよ。みんなの暮らしに必要なことだよ。なんだかわかるかな？え？なんだろう。それはね、物を燃やすことだよ。実験をしてみよう。瓶の中でろうそくを燃やして、その後の空気を取るよ。この空気を試験管に入れ、石灰水と混ぜるよ。石灰水が白く濁った。つまり二酸化炭素が出たってことだね。その通り。みんなの暮らしで物を燃やすのは、例えば自動車だね。自動車は燃料をエンジンで燃やすことで動いているんだ。この時にも二酸化炭素が出ている。そうか。ゴミを燃やす時は？そこでも出るよ。まだあるんだけど、わかるかな？なんだろう。あとね、電気を作る時。え？電気なんてずっと使っているよ。そうよ。冷蔵庫だって、掃除機だって、明かりだって電気でしょ？じゃあ、ずっと二酸化炭素が出てるということ？そう。電気から直接二酸化炭素が出るわけじゃないけどね。電気を作るとき、日本では主に発電所で石炭や天然ガスなどの燃料を燃やしているんだ。だから電気をたくさん使うと、燃料をたくさん燃やしてたくさん二酸化炭素が出ることになる。それから二酸化炭素は吐く息よりも石炭や天然ガスなどの燃料を燃やした時の方がはるかにたくさん出るんだ。二酸化炭素がどんな時に出るか、二人とも分かったかな？うん。じゃあ、次は二酸化炭素が増えるとどうなるかを説明するよ。